さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日はこちらユニクロでの購入品を紹介していきます。こちらのオンラインストアと店舗で買ったものがあるんですが、オンラインの方では店舗で、ね、売っていないサイズを今回購入しました。なので店舗に行ってからオンラインで購入したという流れになっています。本当に久々にユニクロに行ったんですけど、めちゃくちゃ可愛いし、これからはね冬の季節にぴったり2人で使えるアイテムゲットしたので、ぜひ着ながらね紹介していこうと思うので、最後までチェックしていただけると嬉しいです。それではスタート。はい、ではまずは早速ね店舗の方で買ったものから紹介していきます。店舗では3着購入しました。で、店舗で買ったものはもう早速着ているし使っているものも多いんですけど紹介していきます。で、まず1着目は毎度ながらね私が今着ているこちらのトップスです。スフレヤンタートルネックチュニックオレンジというカラーの S サイズで2990円でした。こんな感じのすごいねはっきりとしたオレンジカラーのタートルネックのニットになっています。今回ね田中ひなぴが東京に来てたので一緒にね銀座のユニクロに行ったんですけど、本当にたくさんのニットカシミヤからもう本当にいろんなニットがねユニクロに置かれててめちゃくちゃ悩んだんですけど、珍しくカラーものに挑戦したいと思ってこのオレンジカラーにしました。こちらはアクリル 60% ナイロン 30% の毛が 8% ポリウレタンが 2% の素材になっています。決してね座当たりが悪いとかは私は感じないし、まあ、もちろんねカシミヤのものはねもう全然触り心地も違うし値段もちょっと高かったんですけど、私はもうこれでも十分かなと思ってこちらにしました。生地もしっかり詰まっているのでめちゃくちゃあったかいです。で、ちょっと全身で見てみるとこんな感じです。今ねウエストマークしてしまってるんですけど、外して着るとこんな感じの丈感です。 S サイズでもお尻がしっかり隠れる長さになっています。で、横にはね左右こんな感じでスリットも入っているし、チュニックだったので私はこう先ほど見せたように細めのベルトを腰にねしてあげてスキニーパンツを履いています。しっかりお尻が隠れます。今回私はスキニーパンツに合わせたんですけど、スキニーだったらまあ綺麗めにパンプスとかを履いて上にね軽くコート羽織ったり、スカートだったらブーツに合わせたりして、パンツスタイルでもスカートのスタイルでもどちらでもね合わせられるし、冬場どうしてもねモノトーン系が多くなりがちなんですけど、あえてねこういう色物使うのもいいかなと思って今回はユニクロでゲットしました。形といい色といい本当にたくさんあったし、めちゃくちゃあったかいのでこれはね買いかなと思います。ぜひねニット系探してる方はもちろんいろんな店舗に売ってるんですけど、ユニクロがね間違いないかなと思います。はい、続いて店舗で買った2つ目はもうすでに使ってしまってるんですが、じゃん、こちらの超極暖のヒートテックウルトラウォームレギンスの10分丈のものです。ブラックの S サイズにしました。で、もうすでに履いて今洗濯したものがねここにあるんですけど、こちらをもうすでに履いています。1週間コーディネートを上げさせていただいた時に、中に私下にねひっそりユニクロのヒートテックレギンスを履いてるよっていうのをちらっとお見せしたんですけど、丈が結構短めのスカートの下とかにも割と私履いてたりして、そういう時は、まあ、10分丈だとどうしても見えちゃうし、見えたくない時はちょっとまくり上げて履いています。下の部分を折り曲げたりとかちょっと上に上げて、スカートの中はね見えないのでそんなにね可愛さないんですけど、レギンス履いて防寒するようにしています。寒いの本当本当に苦手なので、ユニクロのヒートテックのレギンスはねとっても毎年お世話になっています。で、今年初めて超極暖を買ってみたんですけど、1回履いた感じもうめちゃくちゃあったかくてびっくりしました。寒いの苦手だよって方はぜひ買ってほしいです。もうこれからの冬もうめちゃくちゃ愛用しようと思ってます。1回この超極暖になれちゃうと今まで私使ってた普通のヒートテックのレギンス履けなくなるんじゃないかぐらいとってもあったかいです。そしてもう一つ店舗で買ったのが、もうこれも履いてるんですが、じゃん、こちらのルームシューズ
です。こちらがファータッチルームバレーシューズで、お値段が990円でした。もうね、こういうルームシューズ系もたくさんユニクロに置かれていたんですけど、これがね可愛いと思って、ポンポンがついているのとグレーな感じがうちの雰囲気にも合うかなと思ったのでこちらにしました。ピンクもねちょっと悩んだんですけど、ちょっと大人にグレーにしました。履いた感じとってもあったかいし、私靴下があんまり得意じゃなくて、結構家だったら裸足でいたいですけど、これをね裸足で私はもう履いちゃってます。とってもあったかいし、肌当たりもねモコモコで気持ちいいので、冬のルームシューズ探してる方、あと足首まであるものもあったんですけど、ぜひねユニクロチェックしてみてください。店舗で買ったものは以上3点なんですが、続いては店舗で試着してオンラインのねサイズにしようと思ったものをオンラインサイトで頼んだので開けていきます。初めてねユニクロの方のオンラインを使ったんですけど、土曜日の夜に頼んで火曜日の午前中にはね届きました。とってもね早かったです。ちなみにこんな感じで今届いたままの状態なんですけど、スカートとかはあのハンガーもこのビニールもついた状態で届きました。 DU のオンラインを頼んだ時に匂い平気ですかっていうコメントがあったんですけど、あの本当ユニクロのお店の匂いがしますね。はい、でまず一つ目がこちらです。シフォンプリーツロングスカートの私丈短めの XS サイズを購入しました。お値段が2990円です。カラーはねこのパープルっていうカラーにしました。ユニクロにこのプリーツスカートのシリーズめちゃくちゃ置かれているし、私も夏にプリーツスカートを買ったので白とか持ってるんですけど、履き心地もいいし気持ちいいんですよね。めちゃくちゃ私はあの丈短めっていう方にしました。ちょっとこのトップスだと分かりにくいと思うので、ちょっとトップスを変えたいと思います。実際に履いてみるとこんな感じです。すごいプリーツの感じがめちゃくちゃ綺麗だし、肌当たりもとってもいいです。私丈短めにしたんですが、これくらいこれくらいの丈感です。はい、こんな感じで、ね、履いてみたんですけど、黒のトップスに合わせて少し大人っぽい感じにコーディネートしてみました。ザラのねブーツとかに合わせたり、あとはコートはね同じこういうピンク系のプロポーションボディドレッシングのコートを合わせたりしてコーデね組んだりしてみました。そして何より肌当たりがめちゃくちゃいいのと、丈短めにして正解だったなと思います。これだったらね多分春先まで全然使えるし、冬だったら先ほどのね極暖のヒートテック履いて、まあ見えちゃうところまではちょっとまくったりしたりして、あのうまくね調節しながら、あのスカートの下はね防寒対策していきたいなと思います。そしてもう一個こちら買いました。これはね一緒に行ったひなぴとこれは可愛いよねって言って買ったものです。じゃじゃん、こちらです。こんな感じのコットンマーメイドロングスカートハイウエストのベージュカラー、私はオンライン限定のサイズにしました。こんな感じのスカートなんですが、ちょっと実際に履いてみたいと思います。はい、履いてみるとこんな感じです。とっても形が綺麗じゃないですか。すっごい綺麗で、身長は私155センチなんですけど、くるぶし上ぐらいの丈感です。色が私はこのベージュカラーにしたんですけど、他にも黒だったりもあったのですごい悩んだんですけど、形綺麗だから他の色もいいかなってぐらい可愛いです。ブーツに合わせるのも可愛いなと思うんですけど、あえてカジュアルダウンでスニーカーとかあのブルゾン系に合わせても着こなせるんじゃないかなと思います。とってもねあの綺麗系にもカジュアル系にも着回せて、私好みのね綺麗なあの A ラインの形がもうこれはね買うしかないなと思って店舗で試着したんですけど、ちょっとサイズがあったのでオンラインで頼みました。はい、ということで今回はユニクロでの購入品を紹介しました。全部で5点購入したんですけど、どれもこの冬これからの季節にめちゃくちゃおすすめのアイテムばかりなので、気になる方はねぜひユニクロチェックしてみてください。そして今回オンラインもね店舗も行ったんですけど、やっぱり店舗で見るのが一番やっぱり色味とか質感肌当たりとかも分かるので、試着もね大事だなっていうのを改めて今回ね
より感じました。スカート系はね、超極端のレギンスとかを活用しながらこの冬乗り越えていきたいなと思っています。ということで今日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、その他 SNS もやってますので、ぜひチェックしてみてください。ぜひあのユニクロ行ってみようと思った方、高評価お願いします。それではバイバーイ。